手前の一軸から書きますね。ここはこう、ちょっと点点点にします。で、一軸の実の厚みを書いていきます。この辺までつなげるといいかなと思いますね。で、ここは点点点で半円を書きます。で、そして一軸の筋、こういうふうに地球儀に線を引くような感じで書きます。そしたら身のところなんですが、ここのお尻とてっぺんのこの線上に身の赤いところの頂点が来ますね。で、こういう感じでこの赤いとこと白いとこのこの境界線を縦線で引いていきます。こう薄い墨で塗っておきますね。で、こういうちょっとしたなんていうんですかね、模様といいますか、種みたいなのが見えるんで、ちょっとだけこういうふうな模様を描いておきますね。こういうふうに重ねて描いて奥行きを出したいですね。こういうふうに。で、このお尻のところはまた点点点で丸を書きますね。で、切れ込みがこういうふうに入ります。お日様みたいになりますね。こういう感じで。そしたらまた地球儀の線を引くような感じで、こういうふうに線を引いていきます。そうですね。この辺ぐらいまでありますよね、線が。点点点みたいな模様もあるので入れときます。これで輪郭の完成です。黄色と白、ほとんど白でいいです。お水の量は普通です。これで実を描いていきますね。そしたら黄緑、お水の量は普通です。ここの皮の手前が黄緑ですね。なので、少しこの白いところとぼやけるといいかなと思います。水が勝手ににじませ、ぼやけさせてくれますので、このまま、ほっとくといいかなと思います。じゃあ朱色と赤と白。お水の量普通です。ここの内側塗りますね。ここも塗っときましょうか。中も塗っちゃいますね。赤と朱色だけにしますね。赤と朱色でこの境目、あとここ点点点点点ってしときます。中も塗ります。赤と朱色で、この中もこういうふうに
3ミリぐらいの直線をいっぱい描きます。こういうふうになってますね。なんかランダムな繊維の向きがありますね。こういうふうに3ミリぐらいの直線をたくさん描いておきます。はい、黄緑と黄土色、お水の量普通です。これで皮塗ります。このね、模様、線と線の間を塗ってます。黒い線と線の間、はい、茶色と赤紫、これでこの筋の上、墨の黒い線の上を塗ります。それでこの間もですね、こう塗ったり塗らなかったり、ちょっと紫っぽいんですよね、イチジクね。はい、さっきと同じです。朱色と赤と白、これでこのお日様の内側を塗っときます。こういう感じですね。はい、黄緑と黄土色、これで筋と筋の間を塗ります。それでこの先の方はちょっと黄緑多めにしましょうね。売れてない感じで。ここで黄緑使って、こっちでもちょっと使っときます。はい。茶色と紫。これでまずこう筋の上を塗ります。こう滲んでいいと思います。滲む方がいいですね。こういう感じです。線の上を塗ってます。あと点点点の上も塗っときましょうか。こういう感じで、でこの線と線の隙間も、紫と茶色で塗ったり塗らなかったりって感じです。こういう感じで程よくこう滲むのがいいかなと思いますね。はい、でこの終わりのところはお水だけの筆でさっさっさっとこうぼかしてなじませます。こういうとこもちょっとぼかしておきます。赤と赤紫、ここの身のところ点点点にしておきますね。はい、お尻のとこです。あとまあ全体の濃度調整します。こっちもしておきますね。3ミリぐらいの直線でしたね、これね、身のところは。少し強調しときましょうかね。赤と赤紫を混ぜた絵の具で強調してます。はい、これでイチジクの完成です。今日もご覧いただきありがとうございました。